はい、ということでどうもこんにちは、コウジです。ということで本日もですねやっていきたいと思います。今日はですね大事な質問が来てましたんで、これをねやっていこうかなというふうに思います。日本が経済成長できていない今、言霊学の話をしてもさらに遅れを取るだけであると。ごもっともですこれね、ごもっともなんですよ。あの言霊学にね、だから偏りすぎてもいけないっていうねお話で、まあ、僕はその言霊学のチャンネルをやってるんでね、どうしても言霊学の内容の方にこう重視されるんですけども、でもところどころで毎回これ修正してるようにですね、その欲望の原理がダメなんだって言ってるわけじゃないんですね。で結構質問で来るのが、要するにこれからその言霊学に興味はあるけど、まだまだお金を稼ぎたいと思ってる自分もいるし、起業してみたいっていう自分もいます、でもこれは言霊学的にダメなんでしょうかみたいなね、こういうなんか質問来るんですけども、全然ダメなんじゃないんですよ。そうじゃなくて、言霊学っていうのは最初にほら精神の時代があったって言われてるじゃないですか。これ実際にですね、言霊学の世界でも昔は、まあ、精神的道徳の配慮が配られている合理的な社会っていうものがあって、でもそれでは物質的豊かっていうものは作れない。心が豊かっていうものは作れるんですよ。みんな譲り合って俺が先に行くっていうようなね、こういう精神がなかったわけですから、心としてはすごい平穏な時代が続いたんですけども、でも物質社会的にはですね、とてもじゃないけど豊かにはなっていないと。だから物質的な原理を探ることによって人間の精神とは違う構造があるに違いないということで物質社会を進めたわけですよ。で実際にその成果がね、日本にも、ね、稲作の文化とかいろんな五穀とかね、そういうのが豊穣するっていう、人間のそういう活動においてですね、あこの研究っていうのはもっと必要だということで、物質社会をですね進めるために、まあ、一度言霊学を隠したっていうね。でその政策でみんなでですね、世界全体としてその物質科学の解明をですね進めていこうと、完成するまで早めていこうということでやってきたっていうね、この物質社会の原理があるんですけれども、じゃあ言霊学がですね今復活してきたからといって、こっちの物質世界を捨てて精神的な時代に戻りなさいっていうことを言ってるのかって言ったら、そうではなく、この精神的自覚を持った上で物質社会を両輪として回す、合理的な社会としてっていうことなんですね。だから物質社会のことをどうしても精神とね対極として話すときは悪いように聞こえてしまうんですけども、でも悪いんですよと言ってるわけではないということなんですよ。だから今ね、日本が経済成長できていないっていうこの事実は確かにあります。それで言霊学としてその物質社会っていうものは悪いんですよとかね、科学は悪いんですよみたいなね話に聞こえてしまって、あそっちはダメなんだっていうことで、言霊学の方でね、みんな要するにその欲求とか欲望とか全部がね薄れてしまってね、それで日本が経済成長がさらにねどんどん遅れていくっていうことになったらね、それはそれでいわゆる言霊学的な合理的な社会ではないわけですね。だからお金を稼ぎたい時にお金を稼ぐっていうことも全然いいし、起業したいっていう人がですね言霊学を知っているから起業はしないとかね、そういう選択肢じゃなくて、起業したければやっぱした方がいいんですよ。一番大事なのは要するに人間の精神とは何かっていうことの自覚性を持つってことなんですね。で仏教とかでよくですね執着を捨てなさいっていう話をするんですけども、これもですねだから心のそういう修行のねお話なんですけども、だお金を稼ぎたいとかでも全然いいんですけども、でも最終的にお金が全てだっていうふうな思いながらね、その価値観で生活してると、失った時にですね自分は不幸だと、なんでこんな不幸なんだというようなことに陥るんですよ。で今の世の中っていうのはまさにそういうことで、皆さん全部自分の所有のものだっていうふうにね思ってきたものが全部崩れゆく、いろんなテクノロジーの進化によって全部崩れゆく、自分の仕事すらも危ういっていうね、なんですけれども、でもここにこれは俺のものだっていう執着を持っていたから、それを失った時に自分は不幸なんだっていうふうに思うんですよっていう、こういう心のことをね説いてるんですよ、仏教とかも。だからそういったこの世の中の現象界、仏教でいうとシャバの世界っていうんですけど、このシャバの世界においては自分の所有物なんていうのは何一つとしてないんですよと。
これは俺のものだっていうものはないんですよ。だからブッダの話ですごい面白いのがあって、修行僧と一緒にブッダがこう瞑想してるんですよ。で瞑想してる時に牛飼いがですねやってくるんですね。そこの道森に入ってきたんですよ。ですごいもうどんよりしたね、あの漫画でいうとここに縦線が入ってるみたいなね感じで来て、でブッダに対してね話しかけたんですけども、ここに俺のね飼ってた牛通んなかったかと、牛が逃げちゃって今それを探してるんだと、ここに牛通んなかったかと。でブッダはそこでですね、この道はね瞑想してたけれどもそんな牛なんか通ってないよと言ったんですね。でその時にその牛飼いがですね、もう要するにそれで商売を立ててるわけですから、牛がいなくなったっていうことによってそのもうどんよりしちゃって、自分は不幸なんだと、自分はねそういうなんていうの、不幸の中にいて全然幸福じゃないっていうことをですねブッダに告げるんですよ。ブッダはですねその時にその人に対しては何も解かなかったんですね。でむしろここに牛は通ってないから違う道の方に牛が行ったんじゃないかと言って、その人はじゃあそっちを探してくるって言ってその場を立ち去ったんですね。でその時に修行僧がねここに、まあ、いるわけなんですけども、その人たちにパッとね目を開けて、あなたたちは幸福ですよというお話をですねしたんですよ。なんでかっていうと、牛飼いがですね自分の牛だというふうに思っている、俺のものだっていうふうに思っているものが、牛が逃げたことによってそれを失った、それで自分は人生として幸福ではないというふうに言ってるわけなんですけども、でもここにいる修行僧っていうのは牛をそもそも持っていないわけですね。持っていないから今が幸せなんですよと、あなたたちが牛を持っていて所有していてこれが自分のものだっていうふうに思ってたら、あなたたちもきっとあの男のようにですね、それが失った瞬間に自分は不幸なんだというふうになるに違いないと。だからあなたはそれを所有してない、あなたたちはそれを所有してないんだから今が幸せなんですよと、幸福なんですよということを説いたわけですね。これはですね要するに人間のそういった執着と束縛、人間のカルマ、それによって人間は、自分のものだと、この世の中の、ね、ものに対してお金もそうですし何もかもですねこれは自分のものなんだっていうふうにね思っているっていうところがですね、そもそもの何ていうんですか、生きにくい苦の社会なんですね。執着を持って今の世の中を生きてしまうと、テクノロジーの進化っていうスピードがものすごい速いですから、どん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 そこに取り残されて自分は不幸なんだっていうふうに思う人たちが圧倒的に増えちゃうわけですよ。だから言霊学っていうものが台頭してきて、精神という人間の、ね、精神を自覚していくっていうことの道においてこういうことが大事なんです。執着を持たないような努力をするっていう。ですけども、その仏教のようにじゃあ何も持たない人たちが世の中全員になったらどうなるかって言ったら、物質社会を進めてきた意味がなくなるんですよ、意義が。で言霊学と仏教の違いっていうのは、仏教というのはその人間が自分の心を自覚していく上で悟りの世界に行くための修行をですね、修行の方法であったりこういう考え方があるんだっていうところを伝えている。でも言霊学っていうのは何かっていうと、それを把握した上でじゃあ実際にそれを分かっていない、自覚していない人たちも含めてどういう社会を運営していくのがいいかっていう政治のお話になってくるんですね。だから一人として自分がただ単に心を自覚するんだったら仏教の道で OK なんですけども、でも世の中をそうなっていない社会をも合理的に進めるにはどうするかっていうね、こういう問題がですね実は言霊学になってくるわけですね。だから今回の質問にあったように、日本がねこれから経済成長していくっていうことも踏まえて、それはその道としてですねちゃんとそこにダメと言ってはいけないわけですよ。だから言霊学もそこはダメなんだってお話をしてるわけではないんですね。ただ問題がたくさん生じてくると、人間がそこの自覚を失った状態で、その自覚がない状態で社会が運営されていくことによってたくさんの障害問題が起こってきますよと。もしそういう今のこのシャバの現象においてそういったことに、その執着によって自分が疲れてしまったとか人生の生きる意味を失ってしまったとか、まあ、いろんなそういうふうな嘆きの中の境地にある人たちに対してこういう学問の道があるんですよと、言霊学とか仏教っていうね
その心っていうものの、その執着を解いていくことによって、今が何も持ってない今が一番幸せなんですよと。シャバ即若光っていう言葉が、まあ、仏教にあってですね、若光っていうのは要するにあの真理の光の中にあるんだよっていうことなんですけども、シャバといったらこの現実の世界で、この現実の世界は自分が何もね執着を持ってると、要するに四苦八苦の世界なんですけども、そうではなく、その執着をね、あの捨てることもできるわけですから、捨て去った今っていうものがあるわけです。そこがですね、いわゆる、シャバ即若光っていう光に包まれた世界っていうものも、実はこのシャバの世界なんですよと。だから人間の自覚によって、そこが地獄となるか天国となるか、ね、言われている若光の中に入るかっていうのは、その人の持っている心の自覚によって決まるんですよと。だからそういう心の法則性っていうものを、あのこの今の客観的、ね、数字とかデータとか、そういった科学的な原理だけにとらわれているっていう、その結果論だけにとらわれているっていう世の中の人たちにとっては、この新しい主体性っていうものの原理から、人間の心ってこういう風になってるんですよってことを同時に解いていく、これで両輪がうまく合理的にコントロールされていく社会っていうものの方向に行くわけですね。だから全然言霊学に興味があって、言霊学を読んでいてもですね、お金稼ぎたい時は全然それはあの稼いでも大丈夫だし、起業したいっていう時には起業してもいいし、なんなら僕自身もそうですし、この言霊学やってたって執着するものとか束縛とかね、いろんなものありますから、僕なんかずっと執着と戦ってますから、それも含めて精神というものもあるのも事実だけれども、物質というものもあるのも事実なんですね。まあこの物質っていうのは、だから移り変わりでね、あの絶対にその場にとどまることがなくて、今というものが連続している以上はですね、ずっと内容が変わっていくものなんですね。だから人間はこの内容が変わっていくにもかかわらず、あのね、亡くなったものにもずっと執着するから、ずっと争いが起きるんですよと。そこ、このジャニーズの件とかもそうですけども、もう過去の出来事っていうね、常に1秒1秒こうやって時は経過しているのに、そのことが忘れられなくて引っ張ることによって、人間っていうものは、ね、ずっとそこに問題が生じてくるんだよっていうことなんですよ。だからそれこそ ブッダの話でもう一つあるのが、ブッダがですね、なんかあの唾をかけられてね、ペーとすごい怒ってる人がいて、その怒ってる人がブッダに対して、そのお前インチキだみたいなね感じでこう唾を吐かれたんですけども、ブッダはそこを笑って、ニコッと笑って何もしなかったんですよ。それでただ見つめるだけ、笑いながら。でその唾をかけた人っていうのが罪悪感にあの包まれてですね、その夜もですね、なんでブッダは笑ったんだとかね、まあ、いろんなことを考えちゃうんです、執着して。でそれでだん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 自分に罪悪感がこう芽生えてきちゃって、ああこれは自分がダメだったんだみたいな感じになって、そこからですね、何日かしてからブッダのところ行って、すいませんでしたと謝ったんですよ。許してくださいと、自分のそういう唾をかけた行為とかね、これを許してください、すいませんでしたって言ったんですけども、ブッダは許しませんっていうふうに言ったんですね。許すことはできないっていうふうに言ったんですよ。でそれは何でかっていうと、ブッダはここで口を開いてですね、唾をかけたあなたが今ここにいるわけじゃないと。今というものは常に連続していて、あの日の自分というものは今ここにいないっていう話をしたんです、ね、あの日の自分が申し訳なかった、ね、あの日の自分をお許しくださいって言っても、あの日の自分というものが今にいないわけですよ。今というのは今のあなたがいて、今謝っているあなたがいる、反省しているあなたがいる、過去の過ちっていうものとかも常に今が連続している中で、人間はそれを改めていくんだと、いけるんだと、そういう解き方をしたわけです。細かい話っていうのはもっとありますけれども、そういうお話があって、要するに人間のその精神っていうもの、時の移り変わりって、このシャバの世界というものは何一つとして同じ日はなくてね、自分がいくら失敗したからといって、この失敗しても5秒経てば5秒過去の話であって、今という内容というものに着地すればですね、人間はここからいつでも改心できるし、やり直しは効くし、何でもできるわけです。でもその過去をずっと引っ張って、ね、5秒前だったらまだ引っ張るのはね全然ありますけれども、さっきこう言ったじゃんみたいなね感じでこう引っ張ることできますけれども、でもこれを何年にわたって、何年前のあの時お前はあんなことを言っていたみたいなね、お前あの時言っていたことは嘘だったのかみたいなね、それをね5年後とか経って言うわけです。でも
人間っていうのは常に進化してるわけですからね、昨日カレー食べたかったけど今日はラーメン食べたいという気持ちになるわけですよ。だからそうやって変化しているんですから、過去にとらわれないでいくということが合理的な社会なんですよと。でも今の時代っていうのはそれをずっと過去の出来事を引っ張って引っ張って、それを表に出して問題を提起して、あのその人たちを懲らしめるっていう、懲らしめてその人たちを生かさないっていう、もうお前らは社会的に抹消だみたいな活動をしてますから、こういう社会っていうのは地獄層なんですよっていうことなんですよ。まあちょっと話それましたけれども、だからまあお金を稼ぎたいとかね、起業したいっていうものも全然それは欲望に自分のねところに直結したものであっても、これは最終的に人間にとって必要なことですからね、活動として必要なことですから、ただそこに自覚っていうものを一つ挟んでおけばいいんですよと。ということで、本日はですね、これはありですかというね質問に対してお答えさせていただきました。ということで以上です。ご視聴ありがとうございました。バイ。